タヨマパルでございますと、皆様大変長らくお待たせいたしました。ようやく、ようやくです。はい。てか実際さ、めっちゃ久しぶりじゃねこれ。今までね、一段から順番にね、ずっと開封してきて、で、ちょっとね、まあ、もろもろの事情によりお休み期間に入ってしまい、あれよあれよと月日は流れ、投稿しないまま今現在までやってきてしまいましたと。うん。いや、ほんと申し訳ない。まあちょっとね、出せてなかった分のスクコレの方は、後日、ちょっとね、まとめて、ね、一気に開封したいなと考えておりますので、今回はね、最新のこちら。はい、ラブライブスクールアイドルコレクションボリューム10。こちらの方ね、ワンボックス購入いたしましたので、開封していきたいと思いますと。いや、気づけば2桁っすよ、2桁。ね、ほんと、早いね。記念すべき第10弾ということでね。まあ、ようやくではありますけど、開封の方をね、行っていきたいと思いますと。今日も可愛いよ、花丸ちゃん。はい、じゃあ種類の方ですね、全81種プラスアルファで、スリーブは全3種プラスアルファとなっております。多分このアルファってさ、あの、あれだよな、あの、ユーレアの封筒のやつなんだよね、多分。で、カードの種類がレアが27種、ミュージックカードが12種、スーパーレアが18種、ハイパーレアが9種です。SS レア特別収録？そんなのあんの？初耳感がすごいんで、スペシャルが9種で、ハテナがハテナがハテナハテナしと。で、カードの封入率がレアが 57%、ミュージックカードが 17%、ミュージックプラスが 3% で、S レアが 13%、SS レアが 3% で、ハイパーレア以上が 7% という風になっておりますと。で、相変わらず、もう相変わらずこのスクコレの開封の時はもういつもそうなんだけど、完全初見です。もう誰の動画も見てないですし、内容も全く分かっておりません。この SS レア特別収録っていうのなんかすげえ気になるな、マジで。ちょっと胸躍るわ。まあまあ、ここでね、グダグダ喋っててもしょうがないんで、早速開封の方に移らせていただきたいと思います。よいしょー。ん？何これ？スペシャルご褒美ボックスキャンペーン、シールを集めて豪華商品を手に入れよう。こんなんできたん？ちょっとあの、最近のスクコレ事情に疎すぎるんだけどさ。あ、こんなんできたんだ。へえ、そうなんだ。これはちょっと大切に保存させていただこう。で、あと安定の遊び方ガイドですね。中身はちょっとあの、ネタバレになっちゃうので見ません。はい、全部で30パックありますと。はい、じゃあ今からね、こちらの、まあ、動画のね、まあ、ちょっとペースを上げるために、あらかじめね、上のハサミで切らせていただきましたと。はい、じゃあ一つ目、記念すべき二つ目ですね。あ、最初はね、スリーブの方からね、見させていただきたいと思います。あの、ユーラーのね、封筒のスリーブが出てくる可能性もあるので、ではスリーブから、はい。おお、ちょっと引っ込まないで。スルってね、スって引っ込んでったからね。あ、来た。本当にこれ全員集合ね、これ見れる。このスリーブって本当にいいと思うんだよね、このスリーブで。はい、じゃあ1枚目でいきましょう。はいと。おお、チカチイエーおお、ウェイクンズポーイエーはい、いきなりチカチーですね。チカチー、レアのチカチー。あ、レアプラスの方か、これキラキラしてるから、レアプラスのチカチーが来てくれましたと。はい、では2つ目、よいしょ、よいしょ、よいしょ。お、ちょっとねえ、ちょっと、スクコレさ、あの、結構いつものことなんだけどさ、序盤に鳥が来ちゃうみたいな。マジかよ。これもうハイパーレア以上確定ってことっすからね、これ。まあいいや、見ていきましょう、3日。はいと！いや、かわいいな、チカチー。はい、2連続でチカチー来てくれました。ハイパーレアのチカチーですね。いや、ほんとちょっとかわいすぎ、マジで。ちょっと、え？ね、これバレンタインみたいな感じ、そんな感じのだったっけこれって。いや、てか超かわいい。もう、いや、いいな。ちょ、すごい。もう動画ちょっと終わるよ、後半。ちょっと後半の鳥なくなっちゃうよ。まあまあ、でもね、ハイパーレアのチカチ本当に嬉しいです。いや、かわいいね。はい、というわけでハイパーレアのチカチが当たりました。ありがとうございます。いや、ここで来るか、ユーレア封筒。マジか。まあ、まだね、動画始まったばかりです。さあ、どんどん行かせていただきましょう。よいしょ。おー、アウェイクンザパワーのやつですね。おセントスノーの2人もいるやん。おー、いいね、これ。こういう本当の全員集合だよね、これ。はい、じゃあサメ見ていきましょう。はいと。おー、ダイヤ様。おー、ウォーターブルニューワールドの衣装ですね。いや、ちょっといいね、本当。神曲やん。もう、いや、神曲しかないんだけどさ。じゃあ、その中でもみたいな。はい、というわけで、こんな感じとなりました、ダイヤ様。まあ、レアプラスですね。レアプラスのダイヤ様が当たりましたと。はい、じゃあ、どんどん行かせていただきましょう。よいしょ。おー、来ました、ミラクルウェーブ。ミラクルウェーブ。今回はあれだね。はい、これでスリーブの方はね、全種類出揃いましたと。じゃあ、カードの方見ていきます。かよいしょ。かよいしょ。かよいしょ。お、ちょっと、え？はい？え？はい？お？え？マジで？セーラさん、
ちょっとセアラさんマジで、え、収録されてんのこれ、マジで今回から、今回からの、てかあれか、あれ、あ、そういうこと、この SS レア特別収録、これがセイントスノーの2人ってこと、あ、じゃあこれがあれか、あのリアちゃんの分も合わせて3種類分あるってことか、そういうことか、あ、そういうこと、いやちょっと待って、めっちゃ当たりやんこれじゃあいやめっちゃ嬉しいわ、いやセイラさん、いや可愛いっすねいやありがとうございます、いやこう、え、嬉しいなさすがなんか第10弾って感じだね、はい、というわけでセスレアのねセイラさんが当たりましたと。てかこのセイントスノーのロゴめっちゃかっこいいなこれ、いやー序盤で出すぎじゃねいやほんとピンチ、ほんとピンチよ、ほんとピンチっすはい、じゃあ見ていきましょう、はいと、おミュージック、ミュージックカードってなんだ、ミュージックカードですね、ニューワイディングロード、はい、マリさんの曲ですね、はい、いただきましたと、サードの行かせていただきましょう、よいしょ、はい、スリーはこちらとなりますと、はい、じゃあ見ていきますか、はいと、おー、リコちゃん、ちょっとちょっとかわゆちょっとかわゆちょっとかわいいじゃないよ、ちょっとこれかわいすぎないって意味だからね、うん、オッケーいやどうでもいいわってね、はい、やっちゃった、リコちゃん来ましたね、いやちょっとほんとこの私服っぽいやつほんといいよね、新鮮味があるっていうか、はい、というわけでレアのリコちゃんが当たりましたと。てかさ、なんかさっきからキラキラしてるやつしか当たってないところで全部プラスでいいんだよねこれって、あれプラスってなくなったんだっけちょっと待ってね、そうだ、てか前からじゃんこれ、結構前から話だよね、プラスないやんプラスとか言ってたけど、そうだそうだ、プラスっていう仕様がもうそもそもなくなっちゃって、レアがこういう風にキラキラ光るようになったのか、そっかそっか、もうちょっとつくこれ離れしてたからさ、ちょっとブランクが激しいわ、徐々に思い出していこう、徐々に思い出していこう、というわけで見ていきましょう、よいしょ、はい、こっちスリーバーコーとなっておりますと、では見ていきます、はいと、お、カーナンちゃん、ちょっとやばい、え、こう、ちょっとそう、もうちょ、燃え袖ちょ燃え袖あざすやべ、ちょかわいい、いやもうほんと分かってんな、分かってるね、カナンちゃん君自分の可愛さ分かってるねはい、というわけでレアのカナンちゃんが当たりましたと。はい、じゃあどんどん行かせていただきましょう、よいしょ、はい、スリーブはこうなっておりますと、ではカードの方見ていきましょう、はいと、はいと、はいと、おい、ちょいちょっと来たいや最高すぎかよ、マジでスーパーレアの花丸ちゃん、うわ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 、やばいやばいやばい、ちょっと可愛すぎて直視できないこれやべえ、ちょっと可愛すぎ、うわ最高じゃん、こう、ちょっとこれだから初見はやめらんねえぜいやちょっと可愛すぎマジで、いや最高でしょ、ちょっと花丸ちゃんにこれね、振袖でいいんだよね、振袖姿とか、ちょっといややーべえ最高かよいやーマジちょっとお花丸だわお花丸、はい、ゲスボイスは置いといて、というわけで花丸ちゃんが当たりました、ありがとうございますと。まあ言いたいことはあれだよね、序盤に出過ぎだってほんとほんとなくなるよ、見せ場マジで、見せ場マジで聞いていくからこれはい、じゃあ行きましょう、はいと、ちょっとはい、来ました、よしこちゃん、ヨハネちゃん来てくれました、スーパーレアのヨハネちゃんですね、いやこっちはねもうヨハネちゃんっていうポーズ、うん、何言ってんだとか言うツッコミは受け付けない、はい、来ました、いやほんとヨハネちゃん来て、いやもうてかさね、花丸ちゃんとさヨハネちゃんが続いたっていうのがマジほんとちょっと最高すぎるし、ヨシマル尊いいやてかさ、だからさあのね、まだあの10パック到達してないまだ到達してないんすよ、はい、というわけでスーパーレアのヨハネちゃんが当たりましたと。みんなこれで10パック目だからねこれで10パック目だけど、序盤にいいの出すぎじゃないだからね、本当にマジちょっとね、落ちつぶしやべえわ、はい、じゃあ行きましょう、はいと、おー、来ました、ミュージックカードですね、ホワイトファーストラブ、いやダイヤ様のやつですね、ホワイトファーストラブのミュージックカードが当たりましたと。さあどんどん行かせていただきましょうと、はいと、もうあれかな、もうあの幽霊フードのスリーブ入ってないかな、いやまあまあまあ可能性はまだ残ってる、はい、じゃあ入れていきましょう、はいと、おー、ルービーちゃん、いやもうアウェイクンザパワーっていうね、もうルービーちゃんっていうね、もうそういうあれがあるやんそういうあれがあるやんってねまあ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 、はい、というわけでルビーちゃんが当たりましたと。どんどんいきますけの、はい、じゃあはいと、はい、じゃあ見ていきましょう、はいと、おー、来ましたヨハネちゃん、いや来ましたね、いやレアのヨハネちゃんですね、ちょっと帽子かぶってんのかわいいはい、というわけでレアのヨハネちゃんが当たりましたと。はい、じゃあ次見ていきましょうと、はい、じゃあいきますよ3日、はいと、
おお、もうちょっと本当さ、ちょっと今回吉丸じゃねマジで。本当ね、もう花丸ちゃんが来たらもうヨハネちゃんが来る、ヨハネちゃんが来たら花丸ちゃんが来る。いやもうこれすごいわ。何この方程式、最高かよ。俺を殺すための方程式、ありがとうございます。というわけでレアの花丸ちゃんが当たりましたと。さあどんどん見ていきましょうか。はいと、じゃあ見ていきましょう。チャレンジはいと。おお、ダイヤ様ですね。いいな、ほんとさ、ちょっと私服姿のダイヤ様、ちょっとかっこよくない？なんか美しさの中にかっこよさがにじみ出てる感がある。いや超いいな、もうほんとさ、もう私服最高。はい、レアのダイヤ様が当たりましたと。こちら折り返し地点15パック目となりますと。よいしょ、ハイト見ていきます。ハイト。おお、ちょっとダイヤ様続くね、来たよこれ。はい、ちょっとハイパーレアのダイヤ様、やっぱ超かわいい。超かわいいねえ、ちょっとこれ見て、これやばいでしょこれ。ちょっとこの表情のダイヤ様最高かよ。そして覚醒してからのこれと、いやいや、ちょっとやばいな、ちょっとやばいよマジで。本当にもうこのね、ブーブーですわってね。もう俺が言ったところで誰得って感じになるんだけどさ。はい、というわけでハイパーレアのダイヤ様が当たってくれました、ありがとうございますと。あのさ、ちょっと忘れちゃってるんだけどさ、あのハイパーレア以上の確率が約 7% ってなってるじゃないですか。で今の時点でもう2枚出ちゃってるんですよ。うん、終わった。もしかして終わった。あのさ、あのスペシャル以上ってどういう感じだったっけ。ハイパーレア以上が2枚で出てもスペシャルって出てたっけ。いや出てなかったような気がする、なんかそんな記憶がある。なんか出なかったような記憶があるんだよな、もう、うん、まあまあまあ見ていきましょう。さあ、日はいと、おー、来ました。これアウェイ、ん、これあっちげ、ドロップアウト、はい、ドロップアウトでした。アウェイクンザパワーかと思ったら、はい、というわけで身近なが当たりましたと。僕の記憶で入ってなかったような気がするんだよね、うんね。多分なんだけど、はい、じゃあ見ていきましょう。さあ、日はいと、おー、ヨーちゃん来ました。ウォーターブルニューワールドの一緒ね、ちゃんですね。はい、というわけでよちゃんが来てくれましたと。あとドリームとかって別扱いだったっけ、あのわかんないけど。なんかそんなだったような、もう本当にね、ちょっと記憶がふやふやなんだけど、ふやふやじゃねえよ。ふやけでどうする、ふわふわな。はい、じゃあ見ていきましょう。3日はいと、おーりこちゃんですね、やってくれました。ちょっとやっぱ可愛いね、やっぱほんとさ、この衣装といい、この表情といい、ほんと可愛いんだよね。はい、というわけでレアのりこちゃんが当たりましたと。はい、では次、よいしょと、おいしょと、なんかちょっと引っかかるな、ここ。うまく開けられてないか。はい、じゃあ行っていきましょう。3日。はいと。おー、ニューじゃねえ。ニューってなんだ。レッドジェムウィンクということで、ルビーちゃんの曲ですね。レッドジェムウィンクのミュージカルが足りましたと。さあ、どんどん行こう。どんどん行かせていただきましょう。もう、あとテンション上げていくしかないよ。3日。はいと。お、来ました。いやー、なんか久しぶりにキラキラしたカード見た気がする。はい、というわけで、スーパーレのチカチーですね。いや、ちょっとさ、ちょっと、え？やばい。いやこれやばいでしょこれ。いやちょっとこれはやばい。そして裏来たらもういつものね、元気いっぱいのチカチーということで、振り袖、振り袖はもうほんと神、振り袖と浴衣はマジで神だから、ほんとみんな覚えといて。こっちはチカチーで、そしてこれひっくり返した時のこのチカチーのこの表情よ、ちょっとさ、ちょっとほんとかわいすぎでしょマジで。はい、というわけでスーパーレアのチカチーが来てくれました、ありがとうございますと。はい、ラスト10パックとなります。でね、あの今ちょっとね数えてみたんですけど、あのスーパーレア以上、スーパーレア以上じゃない、スーパーレアがあの3枚今来てるんですよね。で、まあスーパーレアって4枚入ってるんで、まああと1枚来たらオアです。はい、まあちょっとそれは最後に来てほしいなっていう思いがありますね。じゃあ見ていきましょう。3日はいと、フォーカーなんちゃんですね。いやちょっといいな、ピースいいね、裏ピース。いやいいですね。はい、かなちゃん、レアのかなちゃんが来てくれましたと。はい、じゃあ次、よいしょ、見ていきましょうか。3日はいと、おーまーりさんですね。ちょっと今袋落としそうになった。全力で取ったけど。はい、まーりさんが来てくれましたと。いやちょっといいな、本当にこのね、このちょっとゴージャス感。ゴージャス感が出てるよ、マリさん。はい、というわけでレアのマリさんが当たりましたと。はい、じゃあ次、よいしょ、よいしょと。はい、じゃあ見ていきましょう。3日はいと、おーチカチーですね。いやいいね、ほんとねえ、もう何度でも言わせて、私服姿はやっぱり良い。
はい、というわけでエリアの祝姿のチカチが当たりましたと。いや、いつエスリアが来るかと時々が止まらねえぜ。本当にそれなくなっちゃったら動画的に終わるからね。はい、じゃあ見ていきましょう。3、2、1、はいと。おー、来ました。ミュージックはですね、これこそはいはいはい、クンザパワーですね。いや、もうこれいい曲だよね、本当に。いや、もうね、もうみんな思ってると思うけどね。はい、というわけでミュージックが当たりましたと。はい、では次見ていきましょうか。よいしょ。3、2、1、はいと。おー、花丸ちゃん、ちょっと可愛い。いや、もうちょっとアニメで見て分かってることだけど、このさ、あのね、このお酒って言えばいいのかな、これさ、ちょっとさ、あの最高やない。いやさ、ちょっともういつものさ、あのね、あの長い髪でね、ただ伸ばしてるだけの感じのね、髪型ももちろん好きなんですけど、こうやってね、ちょっとアレンジを加えた感じのね、ね、本当に超可愛すぎでしょ、マジで。いや、ほんと自分の可愛さこれ分かってるねえ。ちょっと花丸ちゃん、君可愛いんだからね。はい、というわけでレアの花丸ちゃんが当たりましたと。ラスト5つですね。いや、ほんともう最後までスリア来ないでほしい。あとあれか、ミュージックプラスも出てねえんだ。まあまあまあ、それもちょっと見せ場としてね。はい、というわけで見ていきましょう。3、2、1、はいと。おお、ちょっととか言ってたら来ちゃったやん。いや、でもリコちゃんですね。いや、ちょっと可愛いな。いや、ちょっと、このさ、あの自分からしたウィンクじゃない感、このさ、落ち葉が来てキャーみたいな感じのさ、ちょっと今の俺のキャーやべえな。誰、本当に誰得だよってね。いや、ちょっと可愛いな。でも本当にね、リコちゃんはさ、こう王道の可愛さ感があるよね、なんか。うん、いや、まあちょっとあれでアニメ見るとさ、まあうんみたいな感じのところももちろんあるけどさ、やっぱちょっと可愛いの象徴みたいなところあるよね、リコちゃん。はい、というわけでスーパーレアのリコちゃんが当たってくれました。ありがとうございます。さあ、あとはミュージックプラスのみだ。はい、じゃあ見ていきましょう。3、2、1、はいと。おー、ルビーちゃんですね。いや、ちょっといいなー、本当に。ルビーちゃんっぽいっていうの、この服装。いや、ね、いいね。いや、というわけで、あのルビーちゃんが当たりましたと。さあ、最後の3つ見ていきましょうか。3、2、1、はいと。おー、マーリスさん。かっけーなー。いや、可愛いとさ、かっこいい、もう3年生はさ、かっこいいのと可愛いのが合わさってるのが本当にいいよね。はい、というわけでレアのマリさんが来てくれました。ありがとうございますと。さあ、あと2つです。あと2つ見ていきましょうか。3、2、1、はいと。お、ここで来ました、ミュージックプラス。さかなかなんだか。今俺ちゃんと言えてた？さかなかなんだか。ちょっとね、めっちゃ噛みそうだな。はい、というわけでカナンちゃんの曲ですね、ミュージックプラスで来てくれましたと。はい、じゃあラスト、ラストですね。もう何にも出ないって分かってるけど。はい、ラスト見させていただきましょう。サミチ、はいと。おー、ヨハネちゃんですね。はい、最後の最後にヨハネちゃんが来てくれました。いや、もうほんとこの表情といい、このポーズといいね、ゲブゲ。はい、というわけで最後はヨハネちゃんが当たってくれましたと。はい、そんなわけで今回当たったレアドの高いカードはこんな感じとなっておりますと。はい、さかなかなんだかのレアドの高いミュージックカードと、スーパーレアの僕の推しの花丸ちゃんと、同じくスーパーレアのヨハネちゃんと、ヤシマル、同じくスーパーレアのチカチーと、同じくスーパーレアのリコちゃんと、チカリコ、はい、SS レア、SS レアのセーラさんと、はい、ハイパーレアのチカチーと、同じくハイパーレアのダイヤ様。はい、こちらの8枚がね、レアドの高いカードとして、まあ当たってくれましたと。まあやっぱね、このスーパーレア以上でね、推しの花丸ちゃんが当たったっていうことがね、やっぱり本当に大きいかなと。本当、当たんない時はとことんだもんね。まあそしてあとびっくりしたのはやっぱり SS レアですね。まさかセイントスノーの2人もね、収録されているとは、正直嬉しい限りでございます。まあさすが第10弾といった感じのスククレでしたね。まあ今後もね、あと10月ですね、10月にスククレ、まあ11弾がね、出るということで、まあそちらの方もね、開封やらせていただきたいと思っておりますので、楽しみにしていただけるとありがたいですと。あとはまあ動画の冒頭でも言ったんですけど、ちょっと今まで出せてなかったあの8弾と9弾と、あのミューズのね、感謝祭バージョンのやつ、そちらの3種類の方をちょっとね、あの1本の動画にまとめてね、出させていただきたいなと考えております。まあ動画時間がね、かなり長くなってしまうとは思うのですが、まあそちらの方もね、まあ後々絶対出させていただきたいと考えておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけるとありがたいですと。そんなわけで今回はこの辺で終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、 Twitter のフォロー、サブチャンネルのチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますと。ではさようなら。